おはようございます。4月14日朝4時半の相場解説になりますけども、今日はですね、昨日の振り返りからお伝えしたいと思います。昨日の相場解説で私はレンジ戦略のお話をしました。そして昨日レンジ戦略を取って、14時半、時間が経った時にまさにレンジ戦略はハマったと言ってもいいと思いますね。ところが今日はですね、お話したいのはよくあるこんな失敗例ということにまとまりますね。今日私はね、この放送ができるのね、ちょっとこう金銭的には損しましたけども、非常にいい機会だなと思っております。ではお話していきます。この黄色い線で囲ったところでレンジを確定したのが昨日の相場解説でした。で、下の方に行ったらバイで取れるよってことと、あと上の方に行ったらセルで取れるよってことなんですよね。これが青写真ですよ。まずね、青写真で、ブレイクしたらそっちの方についていけばブレイクアウトが狙えるっていうことで、それもレンジ戦略のうちの一つだよってことでしたね。レンジのこの上底下底の幅を超えるとブレイクが始まるってことはもう皆さんご承知だと思いますけどね。まあこれをもとに14時半によし、レンジ戦略しめしめうまくいったぞと思っていたわけなんですよ。じゃあ次の時間軸見てみます。次はですね、17時です。ブレイクアウトしました、やったと私が北総円だところです。ちなみにその前、こちらの方でもセルの方へのブレイクアウトが始まったと思いましたんで、実はですね、セルを入れていたんですよ。そしたらヒゲを出して急速に内側に戻っちゃったんで、ここでは一旦ね、ロスカットを食らってるんですよね。まあけど今回ブレイクアウトが始まりましたんで、取り戻したと思ったんですよ。見てください。これ警戒しなければならないのが、これ上ヒゲをね、よく出してるってことなんですよ。まあでもそうは言ってもね、なかなかこう跳ね返って上の方に行ってくれるんじゃないかなと思いましたんで、このまんまゼロライン設定もせずに、このまんまエントリーしてロスカットラインをこの辺りにね、設けてバイでエントリーしてました。含み益が出てきたところですね。126円を突破したらそちらの方についていく、こちらの方も申し上げたところです。さあ次なんですよ、問題は。はい、これ14日、つまり今日の朝4時なんですけども、まあ起きたらびっくりですよ。さらにロスカット食らってましたからね。こっちでブレイクアウトするかなと思ったらロスカット食らって、こっちはもう確実にね、こんな強い陽線が出てブレイクアウトなんで、もらったと思ったんですけども、あらららららららということで、結局レンジの中に戻っちゃいました。ということで、昨日はダブルでロスカット食らって、いいことなしでございました。いやー、参りましたね。で、今後どんな戦略を組むかってことなんですよ。はい、どうすると思います？実はね、もう一回バイでブレイクアウトを狙っていきますよ、私は。もうこレンジ戦略に戻ってもいいんですよ。レンジ戦略、この内側のね、レンジ戦略に戻ってもいいんですけども、そちらの方は今回もう私は意識しません。とにかくバイでブレイクアウトした時にバイでついていきます。で、今回126円を突破したらということではなくて、もうちょっと慎重に見てですね、126円の、まあ、175を突破したらにしますね。ここです。ここを突破したら倍の方でついていこうかなと思います。それまでは十分ね、押し戻しがありますので、場合によってはレンジを新しいフェーズ、例えばこの辺に組み直してでもね、この辺に組み直してでも、私は倍でのブレイク、126円を超えたところでの倍でブレイクを意識していこうかと思います。はい、ということでダブルでロスカット食らっちゃってね、ちょっとしょんぼりですよ。しょんぼりなんですけども、だからゆえに新しい展開が見えてきましたので、十分取り戻せるかなと思ってます。で、こんな感じで4割負けて6割勝っていくを繰り返していて、リスクリワードは 3.1 だから、負けたがゆえに利益は大きく取れていくんですよね。負けた反動で強くなっていくって感じですよね。そしてですね、長らくお楽しみいただきましたこの私の YouTubeFX 相場解説なんですけども、6年目にしてね、消滅の危機を迎えました。そうなんですよ、 YouTube のメインアカウントがこうなるかもしれません。サドンデス状態です。いつ警告抜きにぶっこ抜かれるか分かりません。で、今までの警告なんですけども、1件目は確かになと思ったんですけども、2件目はよく分かんないんですよ。1件目は確かにね、感染症のことを扱ったんで、ちょっとこうダメだったかなというところはあります。2件目はね、何回見直してもどこが分かんない、どこが
ダメなのか分かりません。まあけど、YouTube 使わせてもらってる、まあそのね、性質上、いつ退場を言われてもしょうがないのは前提でやってましたんでね。まあそうなったらまた別の YouTube アカウント、プラス、有料の動画配信サービス、Vimeo などを並行して、皆様にはね、その後もお伝えしていこうと思います。ただ YouTube を始めた頃のね、すべての歴史がなくなっちゃうのは非常になんか残念です。保存してませんからね。はい。ということで、本日は以上です。でも YouTube には十分稼がせてもらいました。その稼ぎ総額は2億円ぐらいだと思います。チャンネル登録1万人でもね、10年ぐらい運営してると2億円ぐらい稼げるんじゃないかなというところでございます。それでは失礼します。